アメリカ合衆国アーカンソー州リトルロック出身のプロバスケットボール選手。NBA のミルウォーキーバックスに所属している。ポジションはパワーフォワード。アーカンソー州の2013年度のミスターバスケットボールに選出され、同年のマクダナルズオールアメリカンゲームにも出場したポーティスは、大学は地元のアーカンソー大学に進学。 二年生時の2014から15シーズンに平均17.8得点8.9リバウンドを記録し、サウスイースタンカンファレンスの最優秀選手に選出されるなど、同大学出身の公立ウィリアムソンやジョージョンソン以来のスター選手として注目されるようになる。ポーティスは2年間プレーした後に2015年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。22位で、 シカゴブルズから指名された。ルーキーシーズンとなった2015から16シーズンは、パウガソル、ジョアキムノア、タージ・ギブソンといった実力者の前に出場機会を得られていないものの、2015年12月19日のニューヨーク・ニックスでは22得点10リバウンドを記録し、初のダブルダブルを達成した。ジミー・バトラーなどを放出し、 中心選手として期待されていた2017から18シーズン開幕前、コーティスは全体練習中に以前から不仲状態だったというニコラミロティッチと乱闘騒ぎを起こし、その際ミロティッチに顔面骨折の重傷を負わせたとしてチームから8試合の出場停止処分を課せられた。2018年2月22日に行われたフィラデルフィアセブンティーシクサーズ戦で キャリアハイとなる38得点を記録、試合はブルズが116から115で敗れた。2018から19シーズン開幕前、ブルズとの契約交渉が不調に終わり、2019年2月6日にワシントン・ウィザーズに放出された。オフに、ウィザーズからのクオリファイングオファーも提示されず、完全 FA となった。2019年7月1日、 ニューヨークニックスと2年3100万ドルで契約した。2019から20シーズンのオフにチームオプションを破棄され FA となった。2020年11月21日にミルウォーキーバックスと2年750万ドルで契約した。2年目はプレイヤーオプションとなる。ありがとうございます。